さあマリモド始まりました。今回も川崎市の M&M さんで実践させていただきます。前回が番長4ですね、オス番長4をこちらのホールの真相2日目かなに、打たせていただきまして、最初、微妙な感じというかね、あこのまま負けちゃうのかなみたいな感じだったんですけど、最後にパッとこうなんとかプラス域に行きまして、一応今のところその企画上のポイントはチャラよりは上の方にいるという感じでおります。で今回取ったのがゴールデンカムイです。さあこの機種ですけども、インターネット上の評判はすこぶる悪いですね。よくもまあ別に何かされたわけじゃないのにそんなに言えるなお前っていうぐらいバリ雑言を浴びせられてるんですけど、ただホールに行くと稼働してるんですよね、で今日も3台あるんですけど、私取ったら残り2台、パッとすぐ埋まっちゃって、今日もまたフル稼働をとりあえずするなという。1回上位に行くと止まらなくなる感じなんですよ。うまくいけば一撃満杯とか見えてくる機会なんで、もしかしたらゴジエバの回みたいにもう今回でもうなんか勝敗というか目標達成して皆さんにまたいいものをプレゼントできるみたいなことになるんじゃないかなと。ただすごい狭いですね、狭きもんです。極端に言ったら10人行って1人いっぱい出して9人が泣いて帰るみたいな、極端に言うとですよ、そういう機種なんで、その1人になれるかどうか、3人とも泣いて帰るかもしれないんですけど、もう設定うんぬんっていう感じももちろんあるんだけど、その日の引きとかタイミングがめちゃめちゃ大事な機種なんで、今日はそういうのが巡ってきてくれるかなと。結構最初にいっぱい出したんですよ僕、1万枚初打ちで出して1万枚出して、その後結構挑むたびに泣いて帰ってるんで、そろそろまた細いとこ通れるかなと思ってますんで、どうぞご期待の上最後までご覧ください。では行ってまいります。さあでは準備できましたんで行きます。ゴールデンカムイ、皆さん動画見たことあると思うんですけどね、いっぱい出る台です。ただいっぱい負ける台です。ゴールデンカムイっていうのがアイヌ民族ですか、隠されたお宝みたいのも探すっていうのがテーマになってる漫画で、やっぱそれ見つけたら億万長者になれるっていうようなのが漫画のね根幹なんで、それになぞらえたのかどうかわかんないですけど、これも歯車がしっかり噛み合えばものすごい出玉を持って帰れますよ。ただやっぱり夢追い人にはリスクがつきものなんで、基本的にはそのリスクの方が味わうケースが多いですね。激しい台です、上にも下にも。で通常時はこのピューっていうのもねどんどん貯めていきます。ポイントだと思ってください。あらかじめ決められたポイントまでいけばボーナスに当たると。でそのボーナスが7揃いだと AT の可能性が生まれてくると。レギュラーに相当するカムイボーナスだと正直 AT は期待できませんね。で、あとはチャンスゾーンとか仲間が参戦するんですよ。これここのメーターが今もうちょっと溜まりますけどね、このメーターがマックスになったり3戦目って言われるのがあるんですけど、その3戦目が出ると仲間が出てきて、その仲間がいる間に対象役を引くとそれをきっかけに当たることもあります。では3ルートですね、規定ピュース仲間が参戦した時のレア役、それ絆役と言われるんですけど、絆役からの当たりと、あとはチャンスゾーン経由。さあこれ仲間が灰が来ましたね。あレアメーター溜まって2人参戦は数パーセント、20回に1回ぐらいしかないんじゃなかったかな、 5% ぐらいだったと思います。でここに下にキャラが表示されている間にそのキャラに対応した役を引くとボーナスの抽選が行われます。
今2人いるん でこっちがチャンス目対応、こっちがスイカ対応なんで、スイカがチャンス目もし引ければ 50% で当たりますね。2人いるから強絆役ってのになるんですよ。1人だったら普通の絆役なんで、通常だと 20% ぐらいかな、したいとね。って言ってるうちにもう終わっちゃいますよ。リプレイでも引けばね、彼らの、ああ終わっちゃったさあいきなり2人参戦っていう珍しいパターンだったんですけど、リプレイすら引けず、参戦してる間にリプレイを引くと参戦してない時のレア役の効果を得られるという、ちょっとまあややこしいんですけど、今だったら例えばリプレイ引いたらチャンス目引いた効果とスイカ引いた効果が得られるん で結構チャンス目が大事になってくる機種ですから、チャンス目引くと狩猟チャレンジって言ってね、ピューの特化ゾーン行けたり、あとは温泉チャンスっていうチャンスゾーンですねの抽選が行われたりするんで、そう今のアシリパっていうキャラがいるときにリプレイをいっぱい引くのが通常時を早く消化していくコーナスまでの近道になるかなっていう感じですね。この狩猟チャレンジっていうのがね、レベルが上がっていくと面白いんですよ、まあ、下の方の少ない数字だとまあそんななんですけど、これがまあレア役とかリプレイとか引くと上がるんですけど、あこれでまた上がりましたね。40とかになるともう激アツですよ。ひと叩きで40ゲーム進むようなもんなんで、で私が愛してやまないキュスゴーエモンっていう5号機のねマシンがあるんですけど、それをちょっと彷彿とさせるあのシステムなんで、上がれば上がるほど終わらせたくないっていうね、皆さんにも分かってもらえたらいいなと思っていつも打つたびに説明するんですけど、多分分かってもらえないんだよねで200ピューっていうのが、まあ、最初のチャンスですね。でこの200のところで3割くらいかな、設定関係なく引っかかるっぽいことが書いてあった気がするんだけど、ダメな時は全然引っかかんないからめっちゃ偏ると思いますからね。でこのホテルが一番弱いステージなんだけど、あ落ちた。でこう落ちると、これ白石のキャラなんですけど、これが落ちると一番いいステージ、杉本とアシリパっていう、まあ、この物語のメインキャラがいるんだけど、その2人が出てくるステージと同等の期待度になります。これで、まあ、体感的には 50% ぐらいあるかなっていうところですかね。あとは最後のこの連続演出のまずタイトル、あ赤じゃない、あこれはチャンスパターンだね。でここでアシリパのカットインが出ない、ボタンが止まれば当たりですよ。開いた、 OK。 なんでこれは200のところのゾーンで当たったよってことですね。投資6000円、まあ、ひとまず当たりました。さあでは行きましょう、一発目のボーナス。でここで10枚ベル以外を引けば、7揃いになりますね。でこの背景がもし赤だったら、もう昇格抽選パスしてるんで必ず7揃いしますよっていうところなんですけど、ここはしてないんで10枚ベル以外を引きたい。リプでも3枚ベルでも何でもいい、10枚ベルじゃなきゃいい。よっしゃ、幸先がよろしいようで。お、いけいけいけ、もう一段階、もう一個もう一個頼む、もう一個もう一個行ってくれ、たまには。ああ行かねえのかよ。あしかも3戦目じゃん。で私は今何を悔しがったかというと、ボーナス中はゴールドラッシュっていう特化ゾーンの抽選をしてんですよ、レア役の時に。そこ行くともう AT 確定なんですね。普段だったらこのボーナス後にここに書いてある決戦チャンスっていうのに行って、まあ、そこで AT 入るかどうかっていうチャレンジをするんですけど、このゴールドラッシュっていうのに行くともう AT そのまま行ける上に
300ゲームとか400ゲームで始められることもあるような抽選をしてるんですけど、僕一回も行ったことないです。結構こう7ゾレさせてますけど、で今さっき引いた3戦目っていうやつが集団チェリーを除くと一番重たいレア役で、1000分の1よりはちょっと高いぐらいかな、900何十分の1なんだけど、過去2回引いたことあるんですよ、このボーナス中に。それでも両方今んとこ行ってないですね。2分の1ぐらいで悪い方ばっか引いてるっていう可能性もあるんだけどね、2分の1ぐらいだったらどんな風にも転びますからね。ということで、今決戦ボーナスを消化しまして、あと決戦チャンスで、この決戦チャンスっていうのは、まあ、杉本っていうね主人公キャラが参戦してるんですけど、杉本がチェリー対応なのでチェリーを引けばもう当たりです。 AT 確定。チェリーを引けなかった場合はこういうリプレイとかね、他のレア役、あとベルとかでもいいんですけど、引いてポイントをどんどん貯めていきましょうよという、で最終的なポイントで AT の抽選が行われますってことですね。 40-50% だったかな、この決戦チャレンジからの AT。 チェリーがね128分の1だったと思うんだよな確率、まあ、それをね20ゲームプラスアルファで引けだから、まあ結構ハードルは高いんだけど、 AT 入った場合の期待枚数が平均値が900枚ぐらいあるみたいなんで、まあ、AT の価値は高いですよ、ね、黄色だとなめったに当たんねえんだよな。緑まで行けば一応 50% 以上らしいです、この帯がね。あー来ちゃった。でこのクマを倒せばいいんだけど、このクマが襲ってきてからのリプレイとかでも一応抽選対象だと思う。いやでも2回とも普通パターンですね。リップとベルリップと引いたよ。でもあベルリップまた引いた、頑張れ杉本。ブーンよっしゃ来た興奮してむせちゃいました。じゃあクマが来てからの3ゲームでリプレイベルリプレイベルリプレイ、これはまあベルリプレイなんですけど、3回引いたのが良かったのかもね。ちょっと幸先良すぎるね、怖いわ。さあ見事 AT 確定ですよ。100ゲームですね。1ゲーム 2.7 枚だったかな、増加枚数。うわめっちゃレア。これリプレイ、この青い絵柄でリプレイ絵柄でリプレイが揃うのが13分の1ぐらいなんですよ。だからあんまり揃わないんだけど、今3連続で引いたら今日は引きがいいのかもしれない。AT 中もこのメーターをねまずは貯めたり、あとはまあレア役引いたりして仲間を参戦させるのが非常に重要です。そこが来ないと始まらないですね話が。仲間を参戦させる、参戦させた仲間に対応したレア役とかリプレイとかを引く、そこから覚醒っていう状態に入れるとかなり跳ねることもある。特に2人参戦した状態で覚醒させられるとめっちゃ熱い。でこれでまず参戦するかどうかだね。白石ルーレットがベースで、正直白石ルーレットは弱いっす。溜まった場合の3分の1ぐらいなのかな、あれ2分の1とかなのかな、参戦する期待度。この最中も3戦目が出れば当然仲間は参戦します。で見てわかる通りこの3人が、まあ、参戦する対象なんですよ。3人が全員参戦したことは1回も見たことないです、通常時 AT 中ともに。やっぱ相当レアってことだよね。めっちゃリップ引くな。今回は参戦してくれ。よし赤い赤後期、あー来たね杉本。アシリパルーレットまだ行かない。
ヒロイン、アシェリパさんで、仲間がいるうちにリプレイを引きまくらないといけません。ベルリプレイじゃないね、見た目上青い絵柄が揃うリプレイ、それかチャンス目対応なんで、アシェリパは、まあ、チャンス目引くと必ずゲーム数が上乗せできる上に覚醒の可能性、まあ、ここ多分覚醒確定なのかな、対象レア役引くと。ここでよしよしよし引いた、あースイカか。さあ50、よっしゃ、これ自分の対象じゃないレア役引くと対象レア役と今引いた役両方の効果得られるんで、ちょっとややこしいっすよね。あ、これで覚醒は、あ、いかないんだ。 AT 中の効果が、チャンス目引くと必ず乗るんですね。チェリーは上乗せに成功すると分割して乗ります。例えば何ゲームと何ゲームって。追加の効果は上乗せした場合に50ゲーム以上のゲーム数を取りやすい。だから今アシリパがいるときに追加引いたんで、チャンス目と追加を引いたみたいな効果を得られたってことね。必ず乗る上に50ゲーム以上の振り分けも優遇されてたみたいな。ルールが、ね、ちょっとややこしいんですよ、その参戦だなんだとかいうね。覚えちゃえばそんなにでもないんですけど、ちょっとややこしいなって感じがします。でこの通常 AT ですね、まあ、上位 AT にも目指すものなんですよ。上位 AT にどうやったら行くかっていうと、有力間終了まで残り500枚だから3枚でプラス1900枚に到達するか、あるいはここの表示が2000で表示された場合に、上位に行きます。同メーカーでいうとバイオハザードベンデッタみたいな感じ。ただベンデッタよりは表示2000枚で OK になったんで、ちょっとは優しいのかなと、この数字だけ見れば思いますよね。であと AT 終わった後100ゲーム内のあたりは表示枚数引き継いでくれるんで、例えば1500枚で終わって100ゲーム回して150枚ぐらい使って当たったとしたら1350枚からまた始められるっていう感じかな。で、まあ、とにかくプラス1900枚か表示で2000枚いくと必ず上位 AT には行きます。1ゲーム 4.5 枚だったと思いますね、順調は。そこに行けるよと。対して何もやれないと本当に500枚ぐらいで終わります。あーダメか、残念。だいたいこれぐらいで終わりますね、あんまやれないと。で終わった後ここ叩くと次のピュースを示唆する画面が出ますね。ここね、これ多分狩猟チャレンジいるな。こういう AT 狩猟後すぐ入る狩猟チャレンジを生かして Q をめっちゃ貯めると 200P まですぐ行って100ゲームまでのあたりを引き継いでみたいな感じかな。そうでもしないとやっぱ100ゲーム内のあたりってなかなか、まあ、温泉チャンス入ったりね、うまいこと2人参戦して強絆役引いてみたいなパターンもまああるんですけど多くはないんでね。やっぱあの狩猟チャレンジ活かせるかが通常時すごい大事ですね。で一連の流れを見てお分かりの通りこの機種でリプレイがすごく大事なんですよ。ベルリプレイじゃなくて普通に青い柄が揃うね、リプレイ柄が揃うリプレイなんだけど、左リールの時点でほとんどのゲームでもうリプレイの可能性がなくなるんですよ。この停止系じゃないと絶対リプレイはもうないんで、あえてそうしたんだと思うんだけど制作者の方々はそこまで極端にしないでよかったんじゃないかなと僕は思います。これが止まったらもうリプレイ確定で、そうじゃない停止系でリプレイの可能性が残るくらいの配列をもうちょっとね見直せばできると思うんですけど、まあ、左下段にこのねゼロ枚役の絵柄かなか、ボーナス絵柄が止まるパターンから、チャンス目とかね参戦目があるんで何の期待も持てないわけじゃないんだけど、やっぱ確率的に低いんでね、レア役のリプレイが主軸になるってことを考えると、左リールでそのリプレイの可能性がゼロになっちゃうっていうのは
打ち手からすると結構ね期待感が持続されないというかバッサリいかれちゃうんで、次回こういう仕様のものを作るんであればご一考いただきたいなというところですね。紫とまれば2人以上の参戦って、まあ、2人までか、3人参戦になるのは2人参戦してる時点で参戦名をして引くパターンだけかな。チェリーはね降格以降状態アップのケーキなんで、杉本がいる間にリプレイを引ければチェリーを連続して引いてるってことになるんで、モードアップの可能性が出てきますね。理想としては杉本が参戦してる間にリプレイを引きまくって最後にチェリーを引くと、一人参戦の時の対象役で絆役になるのは 50% で当たるんで、今降格にいますんでね、チェリー今引けてれば 50% で当たったよというボーナスが期待できたんですが、残念ながら終わっちゃいました参戦が。お、上がった。さあ楽しくなってまいりました。あ、これで20、お、30までいった。ここで頑張れるとでかいよ。ベルリップでもいいからリプレイあるいはレア役引けば終わんないんで、続け、よし。まだ、あー、190で終わり。まあでもそこそこでかいですけど、200ゲームぐらい稼いだみたいなもんなんで、予兆かな。残念。いやこれ表示400ですけど、でも200のところが終わったっていうことになるんで、200ピューのところをしくじった後はここを押すとまた規定ピューの示唆があるんで、一応押しといた方がいいかな。で規定ピューですけど、これは基本的に100の位が偶数のところがチャンスで、200の次は1000ですね。100の位がって言ってるくせに次1000ですねっておかしな話なんだけど、まあ、400、600、800とかでも当たる可能性はあるんだけど、濃いのが200の次が1000なんだけど、400、600、800で当たることが多かったり、あとは1000ピューを超えにくい台は実戦上ですけどいい台の可能性が高いかなという。1000を抜けないってのは結構大事かもしれないですね。朝からいきなり簡単に抜けちゃったとか2回3回抜けちゃったってなると結構やばい台なんじゃないか。まあそうなった場合収支的にも結構やばいことになってると思うので、まあ早めの撤退もしょうがないかなとは思いますね。一攫千金を狙う機種とはいえ、平均のゲーム数でいうと表示ピューの 2.5 分の1ぐらいのゲーム数ですかね。例えば、まあ、1800が最大なんですけど、その場合は確か平均700なんぼだったと思うんで、ゲーム数でいうと、まあ、もちろんその狩猟に全然入らないと1800ピュー貯めるのに1000何百ゲームとかかかっちゃうこともあるんだけど、逆に言うと狩猟チャレンジで1回で400とか、ね、500とか取れることもあるんですよ。こうなるとめちゃめちゃ早く KPU まで到達することもあるんで、まあ、全部鳴らすと、まあ、大体この表示の 2.5 分の1ぐらいのゲーム数で規定値に到達してるかなって感じですかね。これはチャンス役かな、チャンス目か、チャンス目なんで狩猟チャレンジと温泉チャンスの抽選が行われましたよと。で温泉チャンスがどうやらチャンス目絡みでしか抽選されないみたいなんですよ。定格だとね非常に低いですね。ケチャステージが、まあ、主にその資産になる降格以外だとかなり低いので、温泉チャンスの当選率が設定差があるんですね、そっちはね。で、まあ、なかなか当たんなそうなんですけど、チャンス目引いた時の 10% も全然いかないぐらいの数値なんですけどね。たださっきも言ったようにアシェリパーが参戦している時のリプレイは全部チャンス目を引いたっていう風に扱われるんで、狩猟チャレンジにもいっぱい当たる可能性あるし、温泉チャレンジに当選する可能性も上げられると。
まあ、やっぱアシリパ3センチだよね、頑張るところは予兆かな。これが家紋みたいなもんだね、吉宗でいうところ。大が出ればかなり熱いですね。あとは第2で表示された場合だと小でも熱いかもしれない、経験上。いやこれダメだな、600ダメですね。でこの殺菌が降り注いで殺菌ポイントっていう、まあ多機種でいうとこの汚れとか腹痛みたいなもんなんですけど、降り注いだゲームでこの十字キーの上を押すと金がこうボコボコボコっとでかくなることがあるんですよ。そうなるとおそらく実戦上ですけど次のボーナスで AT 確定、そのポイントマックスの証だと思うんで、おそらくね、これが山盛りになって次の当たり引いて AT 入んなことがないんで、先に降り注いで上を押してここでっかくなったらもうやめちゃダメだね。お、いきなりよしよしよし、また引いた。おっと、これは楽しくなってきた。こうなってからなんだよこの機種。おしよ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 し、来た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 、いいねいいね、どこまでも行け、まだだ。あー、800と10のところでいっぺんに踏みましたね。第7師団っていうのが4つこの予兆ステージあるんですけど、上から2番目ですね、4分の1から3分の1ぐらいで当たるかなって感じですね。ちょっとチャンスパターンですね、この双子だったかキャラが出てくるやつ。お、2頭倒した、これもチャンスパターンよ。さあでかい地図、でか地図、うわこれは初めて見たぞ、まあ、当たるだろう。ここでチャンスね、これでボーナスが格上げされてくれてたら嬉しいな。お、いけるでしょう、入った。どっちか分かんないですね、800なんだか1000なんだか、まあ、とにかく当たりました。追加がね、追加6000円かな、危ねえ、6枚しかない、ギリギリ。あー、赤くないからまだカムイボーナスの可能性あり。10枚ベルはいらん。よし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 、うわー早い、もう多分チェリー引くしか。3戦目も一応熱いのかな、まあ、チェリー引くしかもう道はないですね。ダメだ、さすがにこれは無理。残念、盛り上がんないですね。だいたいね、下の AT を砂金ポイントマックスからいった場合だとボーナス挟まないんで、700から750ゲームぐらい消化すると2000枚見えてくるかな。表示の表示2000よりプラス1900枚が先に来るっていうのは、朝一低投資で当たった時ぐらいしかないから、投資してって何万って使ったらもうプラス1900枚って、まあ、なかなかね難しいじゃないですか。その前にもう表示2000枚は来てる、それか100ゲーム過ぎてすぐ当たるみたいのを、経緯はともかく表示で2000は1回も超えてないんだけどプラス3枚1900っていうパターンもなくはないけどレアではありますよね。
白石はスイカの効果なんで基本的にあんまり通常時は微妙ですね。リプレイ引いたら10以上のピューが溜まるっていう。だから白石がいるときはもうスイカ引いちゃうことを期待したいところ、あるいはチャンスで引いてスイカでピュー数貯めるのとチャンスゾーンとか狩猟チャレンジかの抽選を受けるっていうね、このあたりに期待ですかね。なんでこんなとこで行く、なんでこんなとこで行くんですか。俺あの変則をしたゲーム実はあれレア役だったとか。でもその参戦しないときのレア役って 0. 何パーとかなんだよね。当たりこれ当たるだろ、こんな変なとこで入って、これ一番熱いステージね。ここからどの連続遠征発展するかにもよるんですけど、当たるは当たるでしょうね。チャンスパターン絡んでないけどさすがに当たるだろう。え、当たんないの、どういうこと。やっぱなんか引いてたのかな。でも別に絆役も引いてないしさ、ちょっと今のは外しちゃいけないよね。もしメーカーの方見てたら考え直してください。今後は今のはおかしいですよ。俺がなんかあのやっちゃいけないことやったのかな、こういう変な動きにつながるような。予兆ステージのね熊内がね一番良くないかなっていう気がする。ホテルはまあそのまま行ったら絶望なんですけど、白石地下送りがあるからあれにかけるっていうねことも期待できるんですけど、熊内の方はね基本厳しいよね。当たる気があんましない、よっぽどなんかこう道中が強くないと。残念。うわ、いった、定格で設定差のあるやつですね。でここは杉本と白石がいるんでレア役引けば 75% で当たりますね。チェリーでもスイカでもチャンス目でもリプレイで3分の1ぐらいで当たります。20ゲーム間で何回引けるか、1回も引けなかったらどうなんだろうね。リプレイすら引けないっていうパターン、もう20ゲームやらせてくれるのかな。こんなにうまいことないか。何も引けてないぞ、終わんの、何も引かずに。さすがに引くまでは続くのかな。いや終わりやがった終わりやがったぞ。あ、こうもう嫌な感じだね。終わったあと1ゲームで引いた。なんだなあ熊内、これは線を抜けてしまいそう。いった、線で当たったかな。まあでもこのパターンもあるのか。じゃあホテルで地下に白石が行くのとまあ同じですよね、意味合い的にはね。あー、まあチャンスパターン絡んでるんで大丈夫だと信じたい。あー、よかった、ちょうど3万ですかね、トータル。結構使ったな。1026ピュー、ゲーム数だと687です。いやーマジでここでカムイボーナスだと相当きついよ。揃えます、7を。これは最低条件だからな。お、何今の。あー、なんだよ、あー来ちゃった。
いやかなり厳しいぞこれは。あでも回ってる。頑張れ頑張れ。ダメだ。ここでまだ復活はあるんですけど、あーないね。いやー厳しいな。なんで800の分かな。あなんか当たりそう。あ当たった。これ800か。なんかレア役引いてたっけ。引いてない気がするんですけどね。1000はいってないですからね。まあピュー数だけで見ると1000超えてないし、まあ、悪かないんですよね。さあ3万8000ですよね。だいぶやばいです。皆さんこんにちは、アローズスクリーンのシーサです。この度アローズスクリーンチャンネルと V プレスチャンネルの合同企画が始動いたしました。その名も引きがすごい動画グランプリ、略して引きすごー。さあというわけでこちらの企画では皆さんがホールで撮影した激レア動画や引きすご動画を募集いたします。そして採用された方には LINEPay 5000円分、さらに期間限定の対象機種で採用された方には LINEPay 1万円分をプレゼントいたします。ご応募方法はアローズスクリーンの LINE アット、もしくは V プレスの LINE アット、こちらにご登録をいただいて動画を投稿するだけとなっております。誰でも簡単にご応募できますので皆様のご応募お待ちしております。詳しくは特設ページをご用意しておりますのでそちらでご確認ください。